藤谷伝次郎です。今日は私の大好きなドラマ、ナンバーワン、生きていいのか、ナンバーワンクラスの、金になってますが続けます。私にとって一番大好きなドラマの一つ、天皇の料理番、1980年から81年に放送していました、堺正章さん主演の、天皇の料理番についてお話をさせていただきます。こちらですが、近年ですね、佐藤健さんという若手のすごくうまい俳優さん、ハンサムな、彼が演じた天皇の料理番もあるんですが、こちら私見てませんので何とも比較ができないです。私にとって天皇の料理番というのは秋山篤蔵さんという、実際にいらっしゃった方で、名前は本当のお名前と違いますが、天皇陛下の料理番として務められた方、つまり日本の料理界ではトップに立った方が実際にいらっしゃるわけですけども、名前が秋山篤蔵さんではなかったか、あるいは字が篤蔵という字が違ったかもしれません。原作の方も何度か読んでるもんですから、今ちょっと思い出せませんが、この1980年から81年のバージョンは、何といってもですね、メンバーがすごかった。鎌田敏夫さんという、例の男女7人とか、その前の俺たちの旅とかもそうですけど、男3人が出てきて、女の子の集団とくっついたり離れたりと、この後の男女7人なんかそうですけど、あれをお得意とする方ですね。特に男性3人とか、男性、私の大好きなドラマで、男たちによろしくと、田村正和、古谷一行、泉谷しげるでやったやつもあるんですが、男3人というのは奇数になって、こういろいろ動き回る。それを堺正章さん以外のメンバーはあまりテレビ慣れしていない、加賀たけしさんとか明石家さんまさんというメンバー、それから脇を固めるのに段文さん、田中裕子さんといった方々、こういう人たちが出てきて、その、恋のさや当てと、その天皇の料理番まで上り詰める、今で言うと少し変人めいた、その秋山篤蔵さんという主役の、人生の生い立ちみたいなのが描かれていくんですが、鎌田敏夫さんという脚本家が書いたドラマというのは、私思うんですが、とにかく男3人で動くんだけども、動くものが多いんだけれども、印象深いのは、他にもありますけど、印象深いのはその3人、その3人がとにかくダメな方でつながる。男の友情ってなんかダメなところでつながることを友情と呼んでるのかな、みたいなところを感じます。それが天皇の料理番ではさらにダイナミックに展開します。特に堺正章さんと加賀たけしさんのやり取り、それから一人だけ出世して大金持ちになったことになっている明石家さんまさんと、町明さんのやり取り、こういうところが、どっちかというと尊敬すべきじゃない男たち、そういうところで描かれているのがすごく素敵だなと思った記憶がありますし、それから、神保美希さんかなっていう女優さんが非常に印象深い役で出てくるんですが、近藤真臣さん、肺病を患った近藤真臣さん、町明さんのお兄さん役で出てきます。それから後で、その近藤真臣さんが亡くなった後で、矢崎しげるさんっていう革命家の方と付き合ったり、このダメな方へダメな方へ流れていく女性っていうのも、鎌田さんらしくしっかり描かれているというところ、わざとらしいというわざとらしい感じもしなくはないですが、あれがね、胸をかきむしられるような感じなのかなと少年の頃にも思っておりました。で、最後にやっぱり重要なのは、町明さんのキレですよね。1時間のドラマを彼の表情だけでも持っていけるという、あの凄さ。やっぱりこの後に明石家さんまさんなんかが男女7人とかで支えるようになりますけど、そのルーツはやっぱり町明さんのあの動きだったんじゃないかなと思います。堺正章のキレキレの動きと、これからぐーっと日本のテレビとか芸能界でのしていくメンバーが若手の状態で出てくる、それから大変上手な脇役たち、柳生博さんなんかも出てきますけども、すごく、よくできたドラマだなと今見ても思います。天皇の料理番、素敵なドラマだと思っております。共感なさる方も多いかな。勝手なことを言いました。それでは失礼します。